他国州とは、戦国大名の大名両国において、大名家の本拠がある本国以外に領地を認められている家臣のこと。あるいは、戦国大名が直轄支配する本国以外の勢力地である他国の国州のこと。先方州、国州とも。戦国大名は、積極的に国外計略を行い拡大両国を形成して、いくが、征服された。 在地領主のうち大名家に侵入した者は、直進として、家臣団に加えられた。多国衆は本国に、治業地を持ち大名家の家中を構成する、不大家臣とは異なる存在であり、多国衆は本国に、治業地を持つ、有力多国衆から、治業地が少なく有力家臣の同心衆を構成する、小規模な者まで性格が異なるが、多国州の治療地は、両国拡大過程において、 他国との最前線に当たるため、他国州の扱いは重要視されていた。他国州が大名家に従属するケースは様々で、調略により、積極的に侵入するケースや、合戦の末に降伏して侵入したケース、あるいは給料回復のため大名家に侵入するケースなど様々であるが、出資の際には取り次ぎ役を通じて、治療安堵などの基調分を交わし、 本国へ採取などを人質に出す手続きが取られる。一般的に他国州は、それぞれの地域名を冠して、州と呼称されることが多い。他国州は、相模国の御北上市などにおいて用いられており、海の国の武田市では、先方州と呼ばれている。ありがとうございます。